アラビアダチョウ、ストルテオキャメルスシリアカスは、ダチョウモクダチョウ科に属する、ダチョウの亜種である。20世紀まで、中東やアラビア半島に広く分布していた。好む場所は、ルブアルハリ砂漠などの乾燥地帯に住んでいた。おそらくメスは、やや明るい色だったという。側根は、約4センチメートルほどの長さで、オスは、約4.5から5.3センチメートルだった。この種は、 戦士時代にも生息しており、人間にも利用されてきた。メソポタミア文明期には犠牲としての取引、そして絵画のモチーフとしても使われた。この鳥に関してはユダヤ人に対してはあまり好ましくなかった。ローマ時代には使用するダチョウが娯楽や調理のために受容された。後者はローマ帝国の手に負えない辺境地域でしか見られなかったので、 通常のダチョウから来てたのかもしれない。ダチョウに比べて帽子作りには優れた素材と考えられた。イスラム教伝統以降はアラビアダチョウは富と優雅さを表すようになった。ダチョウの狩猟は裕福で高貴な人々に人気の娯楽になり、卵、羽、皮は手工芸品に広く使用された。アラビアダチョウ製品と生きている鳥は中国まで輸出され、アラビアダチョウは 富と地位の象徴になっていった。1877年のシリアでの打蝶があり、重機や自動車の普及や道路開発やヨーロッパ人の到来によってアラビアダチョウの生息地は狭まっていった。弓や犬を使った以前の狩猟方法ではダチョウのほとんどが逃げることができたが、ライフルによって密猟や過剰な狩猟が可能になり、種を絶滅に追いやることができた。 20世紀初頭までにアラビアダチョウは珍しくなった。1928年、モウダチョウの姿は人の目からは見ることはなくなっていた。最後の目撃例は1941年にバーレーにある石油のパイプラインのところでダチョウの一羽が弱っているのが発見された。そして撃たれて食べられたという説や1966年に ペドラ北部にあるワディエルハサ川上流で死んだという説もあるが正確な絶滅はわかっていない。いずれにせよ、勇猛果敢な鳥はこの世から消えたというのは確かである。ありがとうございます。